落ち着け、クムユ。足がガクガクしてるぜ。落ち着けねえですよ。親方さんとおかみさんが離婚だなんて。と、ですよね。親方さんとおかみさん、とっても仲がいいのに、一体何があったんでしょう。おたおたしてても仕方ない。団長、私たちちょっと、重工房に一旦帰るね。おった、今から寄り合いの気空亭のチケットを取るんじゃ、時間がかかっちまうぜ。いいの、団長。ごめんね、せっかくのお休みなのに。でも、ありがとう。本当に助かるよ。この借りは必ず返すからね。絶対反対。この声はおかみさん。あわわ、完璧に怒ってる。鍵鍵。落ち着けるわけないでしょ。だいたいね、あんたって人は。その喧嘩、ちょっと待った。あ、ククルにクムユ、それにシルバも。すまね、邪魔するぜ。今回の騒ぎ、あんたらの娘さんたちにも無関係じゃねえと思ったんで。あ、ガラドアさん。お父ちゃん、お母ちゃん、離婚なんてしねえで。足。ごめんよ、びっくりさせちまったね、クムユ。すまね、俺も焦っちまって、何があったかまともに伝えてねえんだ。この騒ぎが起こった原因を説明させてもらえねえか。オイラたちも聞いていいのか、その家庭の事情ってやつになるんじゃ。ああ、その、ちょいと事情が複雑でよ。あ、それに、よそ様がいた方が、俺たちも落ち着いて話せるかもしれねえし、同席してもらっていいか。ああ、それはもちろん、親方たちがいいなら、オイラたちは構わねえ。だよな。ちょいと遠回りなんだが、まずはなぜ武器屋と防具屋のギルドが会合を開いたかってとこから話すぜ。会合はガラドアさんと親方さんが参加してたんでしたよね。でもそもそもギルドって何ですか？ギルドっつうのはよ、質がいい武器防具を作るために協力してる工房の集まりだ。自分のとこの商品が売れるのは大事だが、それだけじゃいけねえ。武器防具は人様の命を預かる道具だろ。だもんだから情報をやり取りして武器防具の品質の底上げってのをやってるわけよ。なるほど、オイラたちにとっちゃありがたい話だな。でよ、またそれとは別に鉱山組合ってのがあるんだな。そっちは鉱山を持つ島が出荷する鉱物の質を守ったり価格を調整したりしてるんだよね。そうだ。でよ、この鉱山組合が鉱物の価格を引き上げるっちゅう話をしてきたわけよ。なんでまたそんな。技術量の引き上げって名目だ。まあ納得できないわけじゃねえんだが、問題はその額面でよ。あんだけ釣り上げられちゃ、うちはこの重工房みてえなちょいと大きい工房はともかく、
小さい工房は必要最低限の量を買うだけで資金繰りが苦しくなっちまう。そんなことになって、もし武器や防具の工房が潰れてしまったら、一番困るのはその工房がある島の人々だな。ああ、そっか。オイラたち気空師は気空艇で別の島の工房へ行きゃいいけど、定期便が少ねえ島だったら住んでる連中はそう気軽には別の島になんか行けねえよな。魔物が多い島なんかだと一個工房が潰れちまうだけで死活問題なんだよ。ギルドの資金で援助って場合もあるが、今回の場合は援助が必要そうな工房の数が多くてな。だからよ、鉱山組合の言う値段をそのまま受け入れるちゅうわけにはいかねえんだ。鉱山組合との交渉はどうなってるの？問題はそこよ。どうもあちらさんの態度が固くなでな、剣もほろろなんだ。まずは鉱山組合を交渉のテーブルに使わせんやならね。そしたらよ、重工房の親方が面白いこと考えてくれてな。お父ちゃんが？ええ。鉱山組合も興味を持つような金属素材に関する新しい技術をギルドで開発したらどうかってよ。いや、ガラルドアさん、その言い方は俺を持ち上げすぎだぜ。前からギルドじゃ加工技術だけじゃなく素材に関しても質を上げられねえかって何度か話題に上がってたんだ。新しい合金の配合率だの、新しい加工技術だの、鉱山組合も興味ありそうだろ。確かにギルドの工房にとっても鉱山組合にとってもすっごく役に立つ研究だよね。てなわけで、ギルドや協力者の出資で新しく合金工房ってのを設立することになったわけよ。ガラドアさん？おう、なんだ？鉱山組合と交渉するってのと合金工房を作るってのは分かったですけど、それがなんでまたうちのお父ちゃんとお母ちゃんの喧嘩の種になってやがるです？だよね、お母ちゃん合金工房に反対なの？まさか、いいことだと思ってるよ、ギルドにとってもうちの工房にとってもね。お母ちゃんが許せないのはね、その合金工房の責任者におじさんを据えよってことなの。おじさん？ダンおじさんのことだよね。おう、ダンおじさん。兄さんならもともとこの重工房の後継ぎになる予定だった人だしよ、職人としての知識も技術もあるし、ちょうどいいんじゃねえかと思ったんだが。ダメに決まってるでしょ。後継ぎだったくせに、なんで後継いでないと思ってんの。あ、いや、そら、あの人は絶対何かやらかすんだから、責任者なんて絶対ダメ。そのダンおじさんってのはそんなに困ったやつなのか？お父ちゃんの言う通り職人としては腕も悪くないよ。あ、なんだ、集まってんな。あ、ダンおじちゃん。ほほ、クムユじゃねえか。なんか久々に顔見るな。もう何言ってんの、お昼はとっくに済ませちゃったわよ。だいたいお客さんも来る部屋にあくびしながら入ってこないで、だらしないんだから。悪かった。お客さん来てんならよそで飯食ってくるわ。はあ、今のがククルたちのおじさんか？なんかのんびりした人なんだな。気を使わなくていいんだよ、 B さん。あの人はね、のんびりしてるんじゃなく、いい加減なの。あ、でも、
ダンおじちゃんは優しい人ですよ。ちょっとだらしないけど。あのね、クムユ、そこさえなければいい人ってのは、それがあるから悪い人ってことなの。あの人を責任者にして何かやらかしたら、妹として私はみんなに顔向けできないよ。それこそ責任を取ってこの工房から出ていかないと。おかみさん、落ち着いて。ダンおじさんが失敗すると決まったわけではないのだから。いや、あの人は絶対何かやらかすよ。そうに決まってる。そう決めつけないでくれよ。兄さんだって職人として長いんだ。責任のある仕事を任せてやりてえよ。あんたはそう言うけど。待って待って、お母ちゃん。あのさ、今思いついたんだけど、一旦ダンおじさんに合金工房を任せて、私がそのお目付け役としてそばで見張るってのはどうかな。おじさんがちゃんと仕事をしてくれるかどうか私が見極めるよ。何言ってんの、ククル。あんたは今団長さんの気空団の一員なんだよ。団員として団長さんの旅のお手伝いをしっかりやんなきゃ。お母ちゃん、あんたを仕事を途中で放り出すような子に育てた覚えはないからね。それは。そんじゃよ、ギルドで団長たちを雇うってのはどうだ。そしたらククルは団員の仕事もお目付け役もやれるんじゃねえか。もともとギルドとしちゃ合金工房に護衛をつけにゃならんとは思ってたんだ。でもよ、ずっと居つける護衛を探すのはちょいと時間がかかる。それまでの間ってことでよ。それは、そりゃ団長さんたちが護衛についてくれるなら安心だけど。どうだ団長。それでククルたちの助けになるってんなら断る理由はねえよな。お、助かるぜ。おかみさんもどうだい。団長たちの護衛の期間も、ククルをお目付け役にする期間もちゃんと区切って目処はつける。頼む母ちゃん。俺は工房に入ったばっかりの頃、兄さんにはそりゃ世話になった。それなのに兄さんのお株を奪う形で俺がこの重工房を継いじまってよ、恩をあだで返したようなもんじゃねえか。ちゃんと兄さんにも責任のある仕事を持ってもらえてんだよ。それが兄さんのやる気にもつながる。お母ちゃん、クムダンおじちゃんのお手伝い、クムユもククル姉ちゃんと一緒に頑張るですから。はあ、分かったよ、今回だけね。はあ、ありがとうお母ちゃん。私がダンおじさんのことしっかり見張るからね。本当に頼んだよククル。団長さんも巻き込む形になってごめんなさいね。気にしないでください、おかみさん。私たちも護衛頑張りますね。ね。ここの炒め飯はいいよな。焦げがあるのが余計いい。かじりながらちょいと一杯といくか。おい、そこのお姉さん、酒を頼みたいんだが。ダメ。なんでククル、ビビるじゃねえかよ。もう昼間からお酒飲んじゃダメだってば。いいじゃねえかよ。お話があるですよ、ダンおじちゃん。お酒は我慢してククル姉ちゃんの話を聞いてほしいです。おクムユじゃねえか。ちっこいから一瞬気づかなかったぜ。泣き虫だったお前さんがずいぶんしっかり喋るじゃねえか。旅に出た甲斐があったな。え本当です。
うん、あ、なんならおじさんと一緒にここで飯食ってっか。相変わらずだな、ダンおじさんは。ダンおじさんと話してるとなんでか話があっちこっちに飛ぶんだよな。あのね、ダンおじさん、おじさんの新しい仕事が決まったから。俺の仕事？なんだ、大口。お前たちの母ちゃんはしっかり者のやり手だからな。あいつがいりゃ職人は食いっぱぐれねえな。ダンおじさん、ギルドが新しく作る合金工房の責任者ってことに決まったから。は？俺が責任者？本気で言ってんのか？向いてねえよ俺は。お父ちゃんがダンおじさんに大きな仕事を任せたいって決めたんだ。あいつ変に気を使っちまってま。ククル姉ちゃんとクムユがダンおじちゃんがお仕事になれるまでお手伝いするですよ。一緒に頑張るです、ダンおじちゃん。でも絶対やってもらうからね。これが原因でお父ちゃんたちが離婚なんて私たち嫌なんだから。なんでまた俺が責任者をやらねえとあいつらが離婚すんだよ。それはその、話すと長くなるですけど。長いのか。じゃあ聞くのもめんどくせえな。おかみさんはダンおじさんが責任者の役割を全うしないのなら連帯責任で重工房から出ていくと。はあ、そんなこと言ってんのかい、あいつは。弱ったな。そんなことさせるわけにいかねえし、一応やってみるけどよ。果てしなく自信ねえな。